タールの地下タンクにより引き起こされた土壌汚染土壌汚染とは土壌中に重金属、有機溶剤、農薬、油などの物質が自然環境や人の健康、生活へ影響がある程度に含まれている状態を言う典型7郊外の一つ土壌へ混入した原因は人為、自然を問わない一般に土壌とは陸地の表面を覆っている生物活動の影響を受けた 物質層と考えられている。一方、土壌汚染という用語で使用している土壌とは、1、土地や地盤を構成する物質、または二、土地を指している。前者の位置を対象としてこの用語が使われ始めた。発端は、農用地の工作度の汚染問題であった。このため土壌そのものの汚染現象を指していた。現在は、農用地以外の土地の汚染も問題として表面化し、 この現象に対しても本用語が拡大適用されるようになり、土地を構成する物質全般に対する汚染現象を指すようになった。さらに、不動産の取引に伴い、土地そのものとしての資源的価値についての評価が行われるようになり、土壌という物質ではなく、公社の二の土地としての意味を持つようになってきた。大気汚染や水質汚濁と異なる土壌汚染独自の特徴がある。 この項目は、地下水汚染の記述と重複する。郊外を体感しにくいこと長期にわたり滞留、蓄積すること地盤の環境機能は公共財的性格が強いが、土地は所有者の私的財産であること、汚染原因者負担の法則の厳格な適用が困難であること土壌汚染の発生は、その時代の社会的状況に強く依存する。まず第一に、 物質の科学的知見の不足からくる影響評価が未熟なこと、次に公害としての社会的認識不足以上の2点である。物質の科学的知見の不足汚染を体感しにくいが、ゆえの公害としての社会的認識不足土壌汚染を評価するにあたり、そのバックグラウンド地である自然環境下における重金属類の表層土壌中での垂直濃度分布の把握が重要である。 これは土壌の種類によりエキン類の垂直方向の濃度分布が大きく異なることによる。このような土壌中の自然状態での濃度分布データは日本国内において統一された基準によって整備はされていなかった。このため環境省では2005年と2006年に全国の表層土壌中の重金属類の分布調査を遮断法人土壌環境センターに委託し、 その成果の取りまとめを行っている。この調査対象は、表層の、いわゆる土壌のみであり、地層の重金属類は一部であることと、埋め立て地の土についても一部に限られていることに、留意が必要である。日本の地球科学図という文献もあるが、この研究の調査対象は、地質時代の河川体積物であり、加えて一部に、原価はどこの低質を含むことから、 土壌の自然環境下におけるバックグラウンド地として扱うには若干問題があった。米にカドミウムが一定量含まれている場合が農用地の汚染発見の契機となる。近年、有害物質を扱っていた都市部の工場が産業構造の転換により住宅地などへ転用されつつある。工場跡地の売却等の際に調査を行う際に 土壌汚染が発見されることが多い。地下水への汚染や汚染土壌の粉塵の拡散を通じて、地域住民の健康に懸念が生じるなど、社会問題となっている場合もある。精錬所等の金属工場において、鉛、ヒ素などの有害重金属が検出されることが多い。また、古くから豆腐基礎などが存在した地域では、土壌汚染が顕在化することが多い。 日本では昭和45年、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が成立した以降は、廃棄物の処理に要する経費や手間を避けるために行う不法投棄により発生することが多くなった。最近では、軽油密造に伴う硫酸ピッチの不法投棄によって発生した土壌汚染が深刻化している。都市部に存在する大工場の敷地跡は、 まとまった面積が確保できることから都市再開発の中核になる場合が多く、対象の土地に土壌汚染があったとしても、その対策費用を再開発費の内部費として計上しても十分に計画が成り立つことが多い。その一方、都市部であっても中小、零細企業が集積する場所では、総開発費と再開発効果に対して、 土壌汚染回復のための高額な対策費用により、不動産の再開発や取引が思うように進まず、汚染が放置されるなどのブラウンフィールドとなり、社会問題化している。ブラウンフィールドのような都市経済、都市環境のリスクが顕在化していることから、都市部の汚染された土地土壌の汚染の浄化、処理業は今後の成長が見込まれ、新しいビジネス分野として脚光を浴びている。 しかしながら、もともと開発に対する費用対効果が低い土地が放置されてしまうことが多いことから、対策費用を低下させる広報の開発が期待されている。2011年の福島原発事故により、放射能による土壌汚染問題が日本でも生じた。放射能土壌汚染の深さは浅く2センチメートルも、グランドなどの土砂を透き取れば、放射能は少なくなる。 早期の土壌汚染対策を実施するように、福島県は国などに要望している。国や地方自治体の行政上での土壌汚染は土壌が汚染されている現象を指し、地下水や地下空気が汚染されている現象を含まないとしており、実務上は地下水面から上の地盤構成物の汚染のみを扱い、これを土壌環境基準や土壌汚染対策法の考え方としている。一方、 地盤は水と空気の一体で構成され、これらの相互作用により地盤全体の環境機能が構成されているとの考え方から国などが使用している土壌という用語では本質的意味が異なっているとし、地質汚染、地盤汚染、地下環境汚染のように言い換えるとともに行政上の施策の方針を変更すべきと提唱する考え方もある。 このように地盤の汚染問題について、地盤の構成物のみを抽出し、地下水や地下空気を除外し、これを施策として扱っているのは日本の特徴である。2005年頃より自然地盤、特に重金属等を含む岩石などの取り扱いについて、地方行政において混乱が発生し始めた。行政上における自然由来重金属等を含む岩石の評価は、 土壌環境基準に定める分析を行い、その基準の超過により行われている。この分析法は土壌における重金属類の評価を行うことができる一方、岩石については正しい分析を行うことができない。しかし岩石についても土壌環境基準による分析を行わざるを得ず、得られた分析値の評価が曖昧となっている。この原因として評価目的において、 一行政上の土壌の定義が曖昧なこと、二人や環境に対する影響の考え方が定まっていないこと、三岩石の分析法が定まってないこと、などが挙げられる。このような科学技術と行政施策の矛盾について、実務対応の叩き台として土木研究所から建設工事における自然由来重金属と岩油岩石、土壌への対応マニュアルが2010年1月に出された。 土壌汚染の対策は、法的には、一汚染の未然防止と、にすでに発生した汚染の浄化に対別して行われている。技術的にも、同様の視点による対策が行われている。農用地における法的汚染対策、編集農薬を大量に使用した場合には、大置き心類濃度が環境基準を浄化する場合には、汚染対策が必要である。 食品衛生法上では玄米に含まれるカドミウムは午後1時と規定されている。土壌中のカドミウムは農作物に蓄積され、基準値以上のカドミウムを含む農作物は販売することができない。農用地においてはカドミウムについても確認が必要である。詳しくは農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の項を参照のこと、工場等における法的汚染対策、 編集汚染の未然防止すでに発生した汚染の浄化農用地における土壌汚染事例編集工場等における土壌汚染事例編集大阪アメニティパーク編集2003年に学識経験者検討委員会により対策等は適切であるとの評価を受けたが2004年10月三菱マテリアルと三菱辞書が土壌汚染の事実を知りながら 大阪市北区の大阪アメニティパークのマンションを販売したとして、宅地建物取引業法違反の容疑で大阪府警より家宅捜索を受けた。マンションの土地は旧三菱金属大阪精錬所の跡地であり、地下水からは基準値を大きく超えるセレン、ヒ素が検出されている。学識経験者等で組織する委員会で適切であると評価を受けた後に、 行政処分や大企業トップの隕石辞任をはじめ、対策の大幅見直し等、社会的影響の多い結果になったことは注目される。さらに、国土交通省はこの事件に対して、三菱マテリアル等に対し、宅地建物取引業法上の営業停止等の処分を行った。土壌汚染地下水汚染対策としては、マンション敷地内の汚染土壌除去と射水壁工を行うことが、 防衛ピード上地下水汚染の対策に係る技術、評価検討会で周辺地下水汚染調査は先送りすることが決定された。しかし数ヶ月後には大阪市からの指導に基づき周辺地下水調査が実施され、基準の400倍の地下水汚染があることが明らかになった。事業主側がマンション購入価格の25%を保証することと浄化工事を行うこと等で合意したが、 マンション価格の下落は確認できない。王子製品川の編集東京ガス豊洲工場跡地の市場移転、編集高濃度大置き新類の汚染原因者負担、編集足立区土地開発公社の土地売買訴訟、編集造成住宅地、編集1978年にニューヨーク州ラブキャナル運河で起きた有害、化学物質の埋め立てによる汚染事件が顕在化した。 1980年にアメリカ環境保護庁は包括的環境対処保障責任法を制定し、浄化費用に充てるための信託基金が設立された。中華人民共和国は世界人口の18%を抱えながら農業に利用できる土地は世界全体の農地の7%しかないが、その五分の一が許容限度を超える汚染物質を含んでおり、 作物の安全性が脅かされている。汚染は、重金属類から、毒性の高い農薬まで多岐にわたっており、2013年に、関東省の広州市で検査したところ、飲食店や社員食堂で出される米の半分近くが、カドミウムに汚染されていた。また、こうして公開される情報はごく一部であり、共産党が支配する政府が強い情報統制を行っているため、 汚染情報が出てくることは稀で、実態はガンムラに代表されるように様々な有害物質による汚染が全土に広がっている。これらに対して中共政府は2016年に土十条なる土壌汚染防止行動計画を打ち出している。オーストラリアのパースでは人口増加が進んでいるが土壌汚染による水資源の枯渇も懸念されており、 世界初のゴーストメトロポリスになるのではないかとの危惧も取り沙汰されている。東日本大震災からの復旧、復興に関する要望2011年7月21日、独立行政法人土木研究所、土木研究所資料第4156号。当該資料は国交省総合政策局により開催された建設工事における自然由来重金属等岩有岩石。 土壌への対応マニュアル検討委員会の議論の過程で作成された委員会資料の転載である同委員会では実務者の意見を伺う目的でまとめたもので寄せられる意見を踏まえて今後マニュアルとして取りまとめを行うとしているまた2010年4月以降に施行を行う場合には改正される土台法に留意する必要があるとしマニュアル案を改正する予定としている 東院横浜大学コンプライアンス研究センター企業不祥事検討チーム大阪アメニティパーク土壌汚染問題コーポレートコンプライアンス2005年午後、P140 から144成功エプソン当社敷地内に埋設されていた廃棄物の処分にかかる王子精神への損害賠償請求訴訟について2006年4月26日成功エプソン公式ウェブページ 2009年2月2日、閲覧、豊洲新市場予定地における、土壌汚染対策等に関する、専門家会議東京都中央卸売、市場公式ウェブページ、2009年2月2日閲覧、と島五丁目地域外を起新類、土壌汚染対策事業にかかる費用負担計画の、考え方帰宅公式ウェブページ、2009年2月2日、閲覧、 最高裁判決平成2117埋められた、ドック中国が隠す、土壌汚染、日本経済新聞岩村、247箇所も、実際は、遥かに超える、岩川へ蔓延、大気元イ経済集法2016年6月29日、第307期一番古東京三菱 UFJ、A メンバーオブ MUFG、 A グローバルファイナンシャルグラプテム経済集法2016年6月29日、第307期土壌汚染対策のガイドライン、土十上が興奮と上場化市場の発展に拍車をかける、バイヤード第17巻、2015年44ページ、法律関連対策汚染物質、ありがとうございます。